クロスマネジは、カイトによる日本の漫画作品。少年ジャンプネクスト2012年ウィンター号に掲載された後、週刊少年ジャンプ2012年21.22合併号に読み切りとして掲載2012年42号から2013年34号まで連載された。その後、少年ジャンプネクスト2013オータムに番外編が 刊末カラーで掲載された。本誌などで完結編と書かれたが正確には、完結編ではなく最終回の前に起きたことを書いた番外編である。自分を、案のない案、番と自称する、何に対しても無気力な男子高校生、桜井玄哲が、ラクロス少女、とヨ口ミクと出会い、一つの部活を大きく変えていく、スポーツ青春恋のストーリー。 単行本議館の帯に寄稿されたコメントには、プレイヤーだけが主役じゃない共に努力し、友情を分かち合い、仲間と得る勝利。これが、少年ジャンプの伝統の新しい形と書かれ、ダクロスというスポーツに主軸を置きながら、人間関係や、楽しむこと、強くなること、勝つこととは何かを、物語のもう一つの軸としている。高校一年生の三学期、サッカー部を辞めて、 親友の関健太郎、若本としと、新しい部活探しをしていた桜井は、学校の帰り道で、ダクロスの自主礼をしている豊口を偶然見つける。その姿に目を奪われた桜井は、豊口がシュートのつもりで投げたボールが、自分の顔面を直撃した上、なり行きでボール探しをすることになり、その最中に豊口と口論になる。高校2年生に進級すると、桜井と、 豊口は同じクラスになる。しかし、互いに以前の口論のせいで口を聞くことはないまま、桜井も4月中にどこかの部に在籍しなければならず、友人である鳥海聖治の勧誘により将棋部に入部。これが桜井の好みに合い、将棋という新たに打ち込めるものを見つける。そんな4月のとある雨の日、自主練中に、 豊口が足をくじいて転んでしまうところを目撃した、桜井は思わず、駆け寄り月光。怪我ばかりで何も上達しない豊口を見かねて、シュート練習に付き合う。豊口は、練習の仕方もわからず闇雲に足場の悪い場所で、自主練を繰り返していたのだった。桜井の指導下で放った球はまとえ正確に当たり、豊口は感動して、桜井をラクロス部に勧誘する。 勧誘を拒否する桜井を返すまいと、豊口は、桜井のカバンを奪い抵抗するが、その時桜井が謝って、豊口の胸を触ってしまう。うん、許してやんない。償おっか、桜井くん、そんな些細な出来事が、二人の高校生活、そして、富士急高校ラクロス部全体までもを、大きく変えるものとなるのであった。登場人物の名字はべて現役の声優から、 取られている。ラクロス部豊口が創設した歴史の浅い部で桜井が来るまでは実践経験もなかったが桜井の指導のもとで成長していく。豊口や西賀の常に全力投球というスタンスは他の部員にも伝播している。数々の大会で優勝経験のある強豪校。現高校最強と歌われ女子ラクロス。 日本代表の千原和ポや渡辺ジュエリを要する講師、共に、隙のないチームである。その他の生徒教師その他関係者以下の出展は、集英社ブックナビ内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。